龍谷大学から来ました、アイリス流星群です。今日は皆さん盛り上がっていきましょう。紹介してもらいたいと思います。3期生レモンヒエロー担当エマです。お願いします。エマちゃん、はい、1期生ワインレッド担当のミナミンです。よろしくお願いします。ミナミン、はい、3.5 期生ピュアホワイト担当リコリコです。よろしくお願いします。リコリコ、はい、3.5 期生ピーチピンク担当桃城です。よろしくお願いします。桃城、はい、3期生ラベンダー色担当のまーちゃんです。お願いします。まーちゃん、はい、2期生ジェットブラック担当リーダーののんのんです。のんのん、はい、1期生ピンク色担当のなーちです。なーち、はい、どう神戸フェニックス、皆さんちょっと暑くなってきましたけども、盛り上がってますか？ありがとうございます。まだまだね、楽しい曲いっぱいありますので、皆さんもぜひコールしたり振りコピしたりして一緒に盛り上がってくれると嬉しいです。それでは早速脇曲メドレーに行きたいと思います。どうぞ。脇曲じゃない、
てる君だってそう思ってる散々感じてた違和感の答えはもうあるの一個この星の片隅で願うだけじゃダメだね繰り返しそんな日々を
じゃあキンキンのお知らせからさせていただきたいと思います。アイリス流星群今年はなんと学祭に3回も出演します。イエーイ。まさかの3日間連続ということで、まず11月3日に奈良女子大学の方で行われること祭に出演いたします。こちらは12時から12時半のステージになっております。ちょっとね、奈良来にくいかなって感じなんですけど、駅から近いんでぜひお越しください。お願いします。そして11月4日が、龍谷祭深草キャンパスで出演します。やったー、やったー、ようやく龍谷でできるよー念願のよっしゃということで、こちらね、長い30分のステージを2回、行わさせていただきます。場所は中央ステージの方でやるので、こちらもよかったらぜひ来てください。そして11月5日はなんとラストファイヤーの方に出演させていただきます。イエーイ。でもね、龍谷の方しか知らないと思うんですけど、なんかどうも火が燃えてるんですかね。なんか火が燃えてるところで踊りますらしいので、ちょっとね、幻想的な雰囲気かなって感じで、ちょっと夜なんですけどね、よかったらこちらも10分間って短いんですけど、ここに全力注いでるので、よかったら見に来てください。こちらも深草キャンパスです。お願いします。そしてすごく大事なお知らせが1点ございます。聞いて。同じく11月5日にですね、私現在龍谷大学の龍谷コンテストというものに出場しているんですけども、そちらのファイナルイベントの方が同じく龍谷大学深草キャンパスで11月5日に行われます。こちらは本当に会場票、皆さんの、私ちょっと大学に友達がいないので本当に ね、皆さんの力がね、本当にすごく大事になってくるので、よかったら皆さんこちらも見に来ていただけると嬉しいです。せっかくなんでね、エントリーナンバーとか言っといた方がいいんじゃないですか。じゃあ、龍谷コンテストでいつもやってる挨拶やらせてもらいます。体にいつもビタミン C、 心にいつもビタミン C、 龍谷コンテストエントリーナンバー2番みなみんこと小南優奈です。よろしくお願いします。はい、こちらね、今まだ投票の方もまだまだ続いているということで、普段の1日1回の、LINE での投票と、あとは会場での票がすごく大事になるみたいなので、こちらも、よかったら、昼はね、みなみんの、最終審査を見て、そして夜は、アイリスと一緒に火を囲んで、ラストファイヤーを楽しめたらいいかなと思ってます。ちょっと学祭ね、たくさんあるんですけれども、ぜひアイリスに、お時間くださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、学祭の方は以上なんですけど、あと最後にちょっとだけ、付け加わせていただきますと、2024年3月3日に京都アークデューさんの方でアイリス流星群セカンド単独公演を開催させていただきます。イエーイ。はい、卒業せよ。卒業ここでここでね、一期の、私のあちとみなみんが卒業になります。ここにはたくさんね、今日知ったよっていう方ももちろん、前から知ってるよ、見たことあるよみたいな方もいらっしゃると思うんですけど、もう全員3月3日よかったら来てくださると嬉しいです。こちらの方も、公式ツイッターや、公式インスタグラムの方で、情報の方解禁していくので、お楽しみに。お願いします。残すところもう2曲となりました。いい返事やった。いい返事やった。じゃあ、残り2曲、
じゃあ、もうね、ノンストップでいきたいと思います。どうぞ。宿題なんかはしている暇ない。
龍谷大学アイドルコピーダンスサークルアイリス流星群でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今から A テーブルの方でサークルファンディングするので、よかったらそちらの方もぜひいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。